ご来場でありがとうございます。神保町の楽器カフェの方からですね、無観客でもってお送りをしているわけでございますが、まあ相変わらずこの緊急事態宣言が続いておりますんでね、もう毎日毎日がもう自粛でございますけれども、まあそんな最中ね、高井隆さんという議員さんがセクシーキャバクラに行っていたというね、そんな事件もございましたけれども、まあ大変問題になりましたけれどもね、私思うにはね、あの人も大層我慢をしたんだと思いますよね。もう本当に我慢をいたしまして、本当はソープに行きたかったんだろうなと思うんですけれども、まあ我慢をしてね、セクシーキャバクラにしたんじゃないかなというね、もうお客がいないもんですから好きなこと言っておりますけれども、まあそんなわけでございまして、お付き合いのほどを願っておきますが、まあこの人間不思議なもんでございまして、見ちゃいけないやっちゃいけない言われますと、かえって見たりやったりしたくなるようでございますが、語るなと人に語ればその人の、また語るなと語る世の中、これは内緒の話だから誰にも喋っちゃいけないよなんてこと言われますとね、かえってこう喋ってみたくなるようでございまして、おい何一人でニヤニヤ笑ってんだよ、なんか面白い話でもあんのかい。そうなんだよ、驚いちゃってさ、いやこんなことがあるのかなと思ってね、おめえにも話してやろうかと思って、やっぱりよそ、なんだよおい、話しかけてやめるなよ途中で、気になるじゃねえか言ってごらんよ、なんだよ、だってさお前口が軽いから、んなことないよ、俺は口は勝てんだから、これを喋っちゃいけないよったらね、もう何があったって絶対に喋らないから。本当かい、これ誰にも喋っちゃダメだよ。あのね、この町内の真男一軒、真男一軒面白そうだね、でどこの神さんだい。これがね、横町の豆腐屋の神さんだ。横町の豆腐屋、そうかそういや、あそこの神さんっていうのは色が白くってポチャポチャっとしていい女じゃねえか。うん、大体は誰だい。立て屋の犯行だ。立て藩かの野郎、うめえことやりやがったな。いいかい、これ誰にも喋っちゃダメだよ。わかった、喋らない。うん、絶対に喋らないと。まあこれが喋らないわけがありませんでね、おいみんなこっち集まれ集まれ集まれ、なになになに、面白い話があるんだよ。あのね、この町内の真男一軒、真男一軒面白そうだね。うん、でどこの神さんだい。これがね、横町の豆腐屋の神さんだ。横町の豆腐屋、人は見かけによらないもんだね。おとなしそうな顔をしちゃってさ。うん、大体は誰だい。立て屋の犯行だ。立て藩か、あの野郎うめえことやりやがったな。いいかい、これ誰にも喋っちゃダメだよ。分かった、喋らない。うん、絶対に喋らないと。みんながみんなこんな調子でございまして、親方、親方いるかい。おお、与太さんいらっしゃい。なんだ い、忙しそうだね。あ、今朝からね、神さん出かけちまってさ、そこへがんもどきのあつらいを一足も頼まれちまってね、もうてんてこまいだよ。そりゃ大変だ。面白い話があってね、あのこの町内の真男一軒、真男一軒面白そうだね。そら俺そういう話好きなんだ。じゃあこのガンモドキこっちに置いといて。うん、でどこの神さんだい。これがね、横丁の豆腐屋の神さんだ。あ、そう、横丁の豆腐屋、うちの川だそれ。え、ここじゃなくて、あの遠くの豆腐屋、ずっと川向こうの。何を言っちゃうんだよ、この町内で横丁の豆腐屋ったらうちじゃねえかよ。変なこと言ってもらっちゃ困るよ。いや だってさ、あのみんながそう言ってるから。みんながそう言ってる。え、あいつは誰だい。建具屋の犯行だ。立て藩か、そういやあの野郎、近頃用もねえのに人んちの命をうろうろしてるよ。そうか、いいこと教えてもらった、ありがとうよ。うん、これね、誰にも喋っちゃダメだよと。喋るわけがありませんが、真男は亭主の方が先に惚れ、いろんなこと言っておりましてね、町内で知らぬは亭主ばかりなり、真男が扱った有名な川柳でございますけれども、おいおっか、こいつはな、俺がひいきにしてるんだ。うん、年は分けが気が気